ブロディメモリアルナイトのセミファイナルとして行われます。ジャイアント馬場、ラッシャー木村、ビッグジョン天太組対ジャンボ鶴田、ザグレート歌舞伎、淵正信組の対決。さあご覧の方が、コ・ブルーザー・ブロディが死と仰いでおりましたハワイの巨像キングカーチスイヤウケアさんでございます。ご覧のように白い顎ひげを蓄えましたハワイホノルル生まれのキングイヤウケアさんは現在53歳。今回は父親とともに10年ぶりに来日を果たしておりますが、ブルーザー・ブロディとは16年前にオーストラリアで初めて会ったそうでございます。その時には、まあ、普通のフットボール出身の選手だと思っていたけれども、相手に遠慮するな、そうしなければいいファイトはできないよと、まあ、コーチしたというふうに聞いております。そのブルーザー・ブロディがアメリカのマット界、そして日本のマット界で有名になったことは私にとっても名誉なことで、まあ、日本遠征の帰りには必ずハワイに寄ってくれた。ブロディの熱いハートと、それからコンディション管理に非常に気を使う様子は、感心したと、このようにこのブルーザー・ブロディの師キングカーチス・イヤウケアさんは語っておりました。ブルーザー・ブロディ、コ・ブルーザー・ブロディの師となっておりましたキングカーチス・イヤウケアさんに全日本プロレス、そして日本テレビから記念品が贈られて、そしてこのシックスメン3人組に日本テレビ並びに番組のスポンサーから今豪華な花束が贈られたところであります。さあ反対側の花道ご注目いただきましょう。ジャンボ鶴田組の入場でございます。パートナーは今夜は歌舞伎と淵のお二人でございます。相手は力のチーム、ジャイアントのラッシャー木村、ビッグジョンテンタならば技師の集団でパワーを技で粉砕しようというジャンボ鶴田、グレート歌舞伎、そして淵正信選手、手ぐすね引いて待っています。さあ心配されました鶴田歌舞伎の確執も、いわゆるリング上だけの軽い衝突だけに終わったようでございます。固い絆のチームワークでブロディメモリアルナイトのセミファイナルに登場です。本日のセミファイナル6人タグマッチ45分1本勝負を行います。ラウトマナー230本の藤井正信、ジャンボ鶴田チーム、まず藤井正信、ブルーザーブロディのドロップキックは世界一と言っておりました。ザ・グレート歌舞伎、ブロディとともに全米を震撼とさせた男です。あの偉大なブルーザーブロディを倒した男、ジャンボ鶴田、ビッグジョンテンタ、ブルーザーブロディのミラクルパワーを彷彿させますビッグジョンテンタ。今夜は試合の後ブルーザーブロディにメッセージを託します。ラッシャー木村、いろいろな思い出が頭を離れないというジャイアントババ。45分の一本勝負、今夜の後楽園大会ブロディメモリアルナイト、解説は竹内康介さんでお伝えしてまいりたいと思います。竹内さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうでしょうかこのカードですけれども、ブルーザーブロディを忍ぶのに非常にふさわしい好カードですね。そうですね、特にですね、はい、やっぱりそのジャイアントババツ、ジャンボツルタのですね、この指定対決がタッグにその含まれているわけですからね、はい、これやっぱり本当久しぶりですが興味深いですね。そうですね、まあ、それぞれブルーザーブロディとゆかりのあった選手6人がリング上に現れているわけです。さあ試合の前、何やらジャンボ鶴田チームは作戦落ち着いておりますのは、ジャイアント馬場、ラッシャー木村、ビッグジョンテンタであります。何か淵選手がレフリーに注文をつけております。さあジャンボ鶴田が右の手を高々と上げますと大コール、どうやらですね、ジャンボは馬場選手を引っ張り出したいんですね、はい、チームリーダー同士の対決になったようです。さあこれこそブロディメモリアルナイトにふさわしい2人とも、あのコ・ブルーザー・ブロディと死闘を展開した2人。さあヤンヤの喝采、後楽園ホール超満員、竹内さん久々の指定対決ですね。本当ですね、まあ、昔はそのチャンピオンカーニバルで必ず1年に1回見れたんですけどね、はい、最近は全く見られないカードになりましたからね。竹内さん、どうですか、ババコールですよ。本当ですね、相変わらず人気があります。今夜のこのブロディメモリアルナイトの後楽園ホール、勝利だ世界のジャイアントババの垂れ幕も下がっています。さあいい気分で迎えました今夜のメモリアルナイトでございます。さあがっちりと組み合いました。サイドのヘッドロックに取ります。余裕のありますジャイアント馬場でありますが、さあジャンボ鶴田がまずはグランドでの展開に持ち込みました。このジャイアント馬場対ブルーザーブロディということになりますと、竹内さん、どうしてもこの
ブロディハンセン組との確か大阪の対決だったと思いますが、はい、あの2プラトンのパイルドライバーで連続出場ストップさせられた記録がありますね。あれは確か横浜の会場じゃなかったですね。横浜だったですか、はい、ちょうどあの PWF のタッグがその、改めてその制定された時ですよね。そうですね、これは馬場選手にとりましても非常に苦い、まあ対戦だったわけですけれども、この勝負がやはりブルーザブロディの思い出として一番残っているとこう語ってますね。まあそうでしょうね、馬場選手にとっては一番その手痛いですね、そのダメージを負わされたわけですからね、はい、そうですね。一方の今対戦しておりますこのジャンボ鶴田でありますが、ジャンボ鶴田対ブロディ戦というのは竹内さんどうですか、20回のシングル対決があったんですね。まあいろんな名勝負がありましたけどね、その中でやっぱり思い出に残ったのはやっぱり去年の3月に武道館でやったですね、はい、ブロディがやっぱりインターを取ったあの試合がですね、ブロディ自身もやっぱり一番嬉しそうにしてましたね。いや本当でしたね。この20回のブロディ対ジャンボ鶴田のシングル対決でありますが、鶴田の2勝4敗14引き分けと、とうとうブルーザーブロディに勝ち越すことはできなかったわけであります。さあおっと大きな手、ジャイアントババのチョップ、ジャンボ鶴田の側頭部を叩き割ります。相変わらず力がありますこのジャイアントババであります。今日も竹内さん、数々のブロディメモリアルナイトのセレモニーが行われましたけれども、10カウントあり、それからジャイアント馬場選手がブロディの家を懐に抱いてリングに上がりましたね。そうですね、やっぱりもうあれから1年経ってしまったのかって感じがしますね。そうでしたね。さあロープに釘付け、大きくジャンプを外に投げた、さあラリアット、鶴田ラリアット返した馬場、一発目のラリアット馬場が逃げました、場外に逃げました。久々の指定対決、鶴田選手が竹内さん遠慮なく戦ってますよね。そうですね、やっぱりこういうチャンスはそうそうないですからね、はい、やっぱ思いっきりですね、やっぱり馬場選手の壁をやっぱり突破していってほしいですね。そうですね、余裕のジャンボ鶴田、今日はブルーザーブロディメモリアルナイトの、まあ、特別試合でございますので、それぞれの選手にブロディの思い出を聞いてみましたけれども、ジャンボ鶴田選手は先ほど竹内さんから指摘がありましたように、ブルーザーブロディと最後に対決したのはこの僕だったんですよと、このように言っておりまして、インターヘビー級をかけまして日本武道館と、それから仙台で対決、日本武道館で敗れて仙台で奪還した試合でしたよね。ですからブロディにですね、最後のピンホールを奪った日本選手はジャンボだったわけですよね、はい、そういうわけですね。さあレッグ足を取ります、ジャイアントは非常にうまい、自分の身を挺しまして足を X 字に固めました。そのブロディの思い出としてジャンボ鶴田選手は、僕のハイキック、時折天竜戦なんかでもハイキックを見せますが、この僕のハイキックはブロディの鳥獣キックから盗んだものだ、彼は僕のレスリングを非常によく理解してくれた、ある時はナンバーワンだとも言ってくれた、非常にクレバーなレスラーでしたと、このように語っておりました。さあジャイアント馬場出番が終わりまして、今度はラッシャー木村でございます。ラッシャー木村選手とは、最強タッグでブルーザーブロディと対決したんですけれども、このその対決した時の思い出として、ラッシャー木村選手はあのキックやそれからニードロップを食った時には、怪我をするんではないかと思ってしまった、何しろ一発一発のパワーがすごいやつだったねと、いかにもラッシャー木村選手らしい、思い出を語ってくれました。対決してたんですね。そうですね、まあはい、木村選手は打たれ強いことで定評があったんですけどね、その木村選手をしてそこまで言わせたわけですからね、はい、やっぱりブロディのパワーってのは大変なもんだったですね。そうだったですね。さあラッシャー木村とジャンボ鶴田の対決もめったにこのテレビでは見ることができません。あーっと張った、すごいチョップです、ジャンボ鶴田今は無冠になっても、竹内さん、鶴田は切れ目がないですね。本当ですね、堂々たるファイトを見せてますね。本当ですね。さあ今度は一番ウエイトの軽いジュニアヘビーの淵正信に変わりました。淵もまたこのシリーズ世界ジュニアの挑戦があります。ジョーマレンコに、挑戦試合が決定しております。桐生大会であります。首4の字固めに取りました。勝負の方は今5分が経過したところ、おっとジャイアント馬場選手の強烈なキック、相変わらず馬場選手のキックあれですね、衰えてませんね、竹内さん。重いですね、さあ今度はラッシャー木村からビッグジョン天太へのつなぎでやります。これはちょっときつい対決ですね、竹内さん。もうジュニアヘビーとですね、スーパーヘビーですからね。105キロとそれから160キロの対決であります。軽く高々と自分の右の肩に乗せてボディスラム、これでボディクラッシャーでも受けたらちょっと潰されてしまいますね。さあタックルだ、猛烈なタックル、軽く当てただけ、ビッグジョンテンタ相手をいなしています。さあエルボ
ードラップ、強烈に決まります。毒針が相手の淵選手の胸に炸裂いたしました。今打たれておりますこの淵正信選手ですけれども、ブルーザーブロディとは83年アメリカ遠征中ノースカロライナ地区をサーキットした時に4ヶ月にわたってブルーザーブロディと、まあ、サーキット地区を一緒にいたしました。そして彼の車に乗せてもらって試合から試合場へと渡り歩いたそうでございますが、すごく親切だったということを言っております。ババの16門か、おっと水平チョップ、今度は16門の洗礼がキチンシンク、ジャイアントババもう相手にしておりません。これまた体重が違います。今打たれているその淵正信選手、ブルーザーブロディの印象をと聞いてみますと、印象的なことは、これはアメリカでいろいろなブルーザーブロディと話し合いがあったけれども、俺は日本で見せるレスリングスタイルをアメリカでもやってみせると、こういうふうに胸を張っていったそうです。さあジャンボ鶴田軍団、ちょっと淵選手力では足りませんので、ジャンボ鶴田とグレート歌舞伎が火星にやってまいりました。これは相手は大型パワーですから、武井さんしょうがないですかね。やっぱり淵が狙われてはこれはしょうがないですね。そうですね。さあたまらないとばかりその淵正信選手、これも珍しい顔合わせですね。ザ・グレート歌舞伎とジャイアント馬場の対決になっております。さあ腕を取りますジャイアント馬場。武井さん、このザ・グレート歌舞伎とブルーザーブロディというのは、あのダラス地区の黄金カード2年にわたる構想がありましたよね。これはもう大変な人との歴史を作ってきましたからね。そうでしたね。非常にいい思い出だということを言っておりました。あのダラス地区で82年から80年の2年間常にメインイベントを務めたのがこのザ・グレート歌舞伎対あのとブルーザーブロディの黄金カードでございました。さあそのザ・グレート歌舞伎、今度はラッシャー木村の対決。さあおっと左のアッパーブロー2発目、まだ揺るがない、一歩後ろに下がったがまだ倒れません。さあグレート歌舞伎のアッパーブローだ、ロープに飛んだ、今度はビグジョンテンタもロープに飛んで思い切って左の肩口を当てました。おおおお、テンタが、テンタがなんだ、やっとまさかまさかまさか、テンタが空を飛ぶのは知ってますが場外に飛ぶことは見たことがありません。乗ってますね全選手がね、竹内さん乗りに乗ってるという感じですね。試合の前に馬場さん、馬場選手が語っておりましたけれども、あのブルーザーブロディの、ま、思い出の後楽園大会ということで、日本選手はもちろん外人軍団が大乗りだそうですね。そうでしょうね。今日のテンタにしてもですね、あれ本当そのまま行けば飛んでしまいますからね。本当ですね。まさにブルーザーブロディの魂が乗り移ったかのような、そんな感じがする今夜のブルーザーブロディメモリアルナイトのセミファイナルであります。ジャイアントババ、ラッシャー木村、ビッグジョンテンタ、ジャンボ鶴田、ザ・グレート歌舞伎、淵正信、本当に生き生きとしています。さあ今度はビッグジョンテンタ、大きな紋章かな、パンチを落とします。一発一発が非常に重みがあります。そしてジャンボ鶴田にもちょっとちょっかいを出しました。この野郎とばかり鶴田出てきた、鶴田出てきた、鶴田対ビッグジョンテンタ、チームを作ることはありますけれども、あまり対戦したことがありません。あとどういうレスリングを見せるか、体当たりビッグジョンテンタ微動だにしません。鶴田が逃げた、走った、体当たり、またまたやや右に揺れただけ、まだ倒れません。鶴田ジャンピングにはどうか、目がくらんだか、そしっかりと手を取ってもう一回ジャンピングにのダブル、これは当たった。さすがに鶴田のジャンピングにパットは世界一、あの160キロ倒すんですからね。竹内さん、凄まじい破壊力ですよね。ジャンピングには本物ですね。本物ですね。さあジャンボ鶴田は再び、世界タッグへリターンマッチが待っていますけれども、今度の対決はどうでしょうね。竹内さん、もうこれはですね、はい、完全にその今度はラリアット大島ですからね。まさに後がありません。ジャンボ鶴田、八つ吉明組でありますけれども、さあ果たして世界タッグのリターンマッチはまたベルトが戻ってくるのかどうか。あの世界タッグに負けてからもジャンボ鶴田の威力というのは全く衰えてないわけですよ ね。それだけにやっぱり楽しみですよね。そうですね。今度はラッシャー木村との対決、ジャンボ鶴田ラッシングラリアットを送っています。軽く受けました、そのジャンボ鶴田、果たして世界タッグの奪還になるかどうか。今勝負の方は10分が経過いたしました。ブルーザーブロディメモリアルナイト超満員の後楽園ホール、非常にこのブルーザーブロディの思い出試合にふさわしい好カードです。さあ生き返った淵正信であります。キックを打ちます、後頭部にめり込ませました。さあ相手はラッシャー木村であります。ちょっと頭を振っています。さあ淵正信とラッシャー木村だ、これは勝負になっていくでしょう。おっとうまくスリーパーに捉えた、裸締め、がっちりと首に食い込んでいます。淵正信裸締めであります。淵対ジョーマレンコ、どう予想しますか。
そうですね、今ですね、日本選手の中であのジョー・マレンコの関節技にその対抗できると言ったらですね、これやっぱり淵選手かですね、あるいはもうマイティ井上ぐらいしかいませんからね、そういう面ではともかくやっぱり淵に期待をかけてみたいですね。はい、本人もやはり世界ジュニアのベルトは俺のもんだ、俺のイメージが出来上がったのは世界ジュニアのベルトなんだということをはっきりと言っておりまして、絶対に狙ってみせるとこう言っておりました。さあ今度はザ・グレート歌舞伎でやります。ラッシャー木村を捉えます。さあスリーパーに入りました。武井さん、このシリーズジャンボ鶴田とこのザ・グレート歌舞伎、試合中にちょっと意見の衝突があったんですけれども、その後和解したのほかリング上では全くそういう変な感じは受けませんね。そうですね、あの時はですね、このままちょっとどういう展開になるのか非常に心配されたんですけどね、はい、今のところですね落ち着いてるようですね、はい、そうですね、まあ、それぞれ大人でもありますし、試合をやってる時というのはもう皆さん興奮状態ですからね。そうですね、ただひやりとした場面はありましたね、はい、意見の衝突もあるんでしょうが、今日は仲良くチームを作りました。タッチワーク、タッチプレーなんかもスムーズですね。別に問題ありませんね、はい、今そのグレート歌舞伎からジャンボ鶴田をダブルの攻撃、あ、これで完全にもう和解したと見ていいでしょう。大丈夫ですね、いいチームワークです。ジャンボ鶴田覆いかぶさりました。テンタが出てまいります。試合ペースとしてはどうですか、力の馬場組か技の鶴田組か。武井さん、今のところ互角の展開ですね、はい、互角の展開で来てますね、まあ、ジャンボがよく積極的に攻めてますけどもね、ただまだ馬場組もやっぱりあのスタミナを残してますからね、はい、しかし、まあ、若さでは鶴田組、そのジャンボ鶴田大将を自分のコーナーに連れてまいりました。さあ兄弟コンビの連携、さあ16門とラリアット、鶴田を倒した、口が出てきます。テンテがフォロー、口が強烈なアピール、テンテが怒った。さあジャイアント馬場今立ち上がりました。さあジャンボ鶴田とジャイアント馬場、再び指定の対決になりますか。さあおっとチョップ、馬場がチョップを打ちます。逆水平ジャイアントチョップ炸裂、一歩二歩後ろに下がる、とうとうロープまで飛ばされました。ジャンボ鶴田、さあキャンバスに足をくっつけて踏ん張る、もう一回脳天チョップ、さあ脳天チョップ、ヤシの実やりかなか見せてほしいですね。本当ですね、はい、今度はジャンボ鶴田だ。さあ持ち上げた、上げましたね、あっとまだ途中まで45度まで上がった、もう一回持ち上げた、また45度の体勢からパイロドライバー、脳天食い打ち成功、脳天食い成功、ニコッとした鶴田、市場に打っていきます、遠慮なく打っていきます。ジャンボ鶴田再びスリーパーホールド、馬選手を相当痛めつけています。ジャンボ鶴田です。さあ今度はジャイアント馬場からラッシャー木村へのつなぎ、チョップで相手を押し込んでいきます。この力強さ、ラッシャー木村、対角線上放り投げるかどうか、位置を取った、投げた、何でいくか、クロスアタックだ、クロスアタック、喉元に命中、カバーの体勢、すかさず歌舞伎飛んできた。鶴田と歌舞伎、あうんの呼吸でしょう、いいチームを作っています。仲直りをしました、鶴田歌舞伎。さあ鶴田から今度は淵正信へのタッチプレーであります。やはり狙われるのはやはり体の一番小さい淵選手でしょうかね。当然そうなりますね、どうやらジャイアント馬場チームは淵に的を絞ったような、そういう感じです。さあこれはひょっとしたら淵を捕まえるための作戦かもしれません。淵を捉えてラッシャー木村、ブルドッキングヘッドロック、がっちりと決まっています。そのままカバーの体勢だ。次なる技、誰が飛び出していくか、ビジョンテンタか、それともジャイアント馬場か、満を持して待っています。さあラッシャー木村がつないでいます。ラッシャー木村がつないでビッグジョンテンタだ。さあ強烈、160キロのビッグジョンテンタのなんだ、グリズリードラフキック、相手の胸板に炸裂。さあ淵の動きが一変に止まってしまいました。さあ何でいきますか、思い切って抱え上げてボディスラムか、ボディスラムか、前に落としました。そしてロープに下がってなんだ、あ、ボディープレス。さあ歌舞伎がここで飛んでまいります。カウント2まで入ります。ビッグジョンテンタであります。うん、体が違うだけにこういう大きな相手と対決するときには竹内さん、どうしたらいいでしょうかね。やっぱり動きもあるちょっと策がないでしょうね。止まってしまったらどうしようもないですね。当然今日は3人トリオでありますので、相手が大型だったら逃げるしかないですよね。そういうことですね。さあジャイアントパパの16番の洗礼を受けそうだ、いった、いい角度で当たります。まさにパーンとゴム丸のように弾き飛ばされました。その淵正信でやります。さあジャイアント馬場ここで落ち着きました。さあ今日はブルーザーブロディメモリアルナイト後楽園ホール超満員のお客様、いい気分で戦っているでしょうジャイアント馬場。さあ馬場が出てまいりますとジャンボ鶴田であります。さあ鶴田が馬場を押し込んでもう一回ジャンピングにいいパット、
馬場を通した。次なる大技は何か、ブレンバスターか、それともまさかバックドロップは打たないと思いますが、ブレンバスターダブルですね。2人がかりのブレンバスターダブルで攻撃。さあ師匠ジャイアント馬場を翻弄するジャンボ鶴田、八津義明組、いや淵正信組。さあジャイアント馬場を捉えた、コーナーマットに放り投げます。さあ今度はすごい勢いでおーラリアット、ジャンボ鶴田の力を借りた時間差ラリアットか、ランニングしたが馬場の16問ハイキック。今の16問はキングコングブルーザブローで思い出しますね。ネックブリーカードロップ、対角線上に飛ぶ馬場のランニングネックブリーカードロップ、これでかつて世界を取った NWA の世界チャンピオンになったのはジャイアント馬場だけ。ランニングネックブリーカードロップ必死に耐えるジャンボ鶴田、後ろからの攻撃はラッシャー木村、サイドのヘッドバット、ここでビッグジョンテッタに先にタッチが行われている。2位を突き上げた鶴田、動きが止まった、動きが止まりました。さあここは力対技、力対技だ。おっとこれは空振り、鶴田何でいくか、フランクボディシザースドロップ、空中同時目カウント2。鶴田狙っておりました。ここで今淵選手にタッチがあります。さあここはツープラトーンの攻撃でしょう。さあ思い切ってメガトン級のドロップキックを打つ淵。さあここで今度は淵からジャイアント馬場でやります。馬場に果敢に打ち込んでいくジュニアの淵でやります。円髄で倒すか、足がもつれる馬場、バックを取ったジャーマンか、これは無理でしょう。209センチ、135キロ、後ろに投げ切ることができない。ジャイアント馬場ロープに飛んだドロップキック、カウンター4で当たった。もう1回ドロップキックでいくか、どうだ、走った16番、ものの見事、この素晴らしい勘、まさに動物的な勘、25年のキャリア素晴らしい16問砲が当たりました。そして川津落としか、もう1回持ち上げてバックドロップ、馬場のバックドロップ一気に、さあ抑え込んだジャイアント馬場、ラブを捉えました。ジャイアント馬場選手の大きいバックドロップを久々に見ましたね。大きい高さでしたね。そうですね、何しろ落差の大きいジャイアント馬場のバックドロップ、まさに一発筆頭という感じがいたします。さあ勝負に勝ちましたジャイアント馬場、ラッシャー木村、ビッグジョンテンタ。さあブロディメモリアルナイトの今夜でございますので、ひょっとしたらラッシャー木村選手のマイクロフォンパフォーマンス、ひょっとしたらコ・ブルーザー・ブロディへ何かメッセージを託すかもしれません。お聞きください。フチ、俺は昨日なお前にな、もしくはお前が嫁さんが見つからなかったらな、うちの身内をな紹介するって言ったけど、やめたよこの野郎。おい、なぜやめたか分かるか。俺はな、うちとはな親戚になりたくないんだよこの野郎。いいよ、もう黙っとけ。それから一言、ブローディー、俺と兄貴はな今タッグ組んで頑張ってるから、お前はな安らかに眠ってくれ。ラッシャー木村選手の本当に見事なマイクロフォンパフォーマンス、やはり心の中にブルーザーブロディがあったんですね。そうですね、ブロディのこと、あのメッセージを伝えましたね。そうですね、本当に素晴らしいラッシャー木村選手のマイクロフォンパフォーマンスをご覧いただきました。